みんな、こんにちは。リア、リア、リアちゃん。でちゃん。はい、今日はね、リアちゃん自己紹介、パート2をやっていきたいと思います。イェーイ。では、今回は、ダンスナンバーをやっていきたいと思います。まずは、レディースに優勝した君の目から。はい。まずは歌うんじゃなくて、ちょっとこれは読ませていただきます。じっくりこの曲を味わってもらいたいので。はい。どういうこと？歌詞読むってこと？うん、見てください。レディースに優勝した君の目、作詞作曲リオナ。頑張っている君にレディースに入ってほしい。頑張って一生懸命計画を立て、やっとレディースに行くんだった。ずっと君のことを見ていたら、頑張っている君の目を見た。そしたらもう終わりたくなるくらい頑張ってた。だから私も頑張ろうと思った。みんな頑張ってみてね。なんで最後ね、ここがね、最後みんなも頑張ってみてねっていうセリフがあるんです。カラオケで歌うの恥ずかしいやつですね、セリフ入りの。いやでもバーコードしたらこれ歌えるので歌ってください。はい。恥ずかしからず、恥ずかしからず僕の曲はね。すごいいい曲じゃんよ。いいじゃん、歌ってください。いいね。え、これ誰が頑張ってレジスに行ったの？お前。お誰やねんじゃん。私。え、私誰がリオだったの？頑張ってる君はね、リオって思わせないように隠してました。うん。じゃあちょっとね、曲と曲の間にね、MC を入れたいと思います。みんながお待ちかねの。はい。まずは小学校レポから。はい。今はニートが終わって、リオちゃんは悲しんでいます。あ、そうか。小学生だもんね。うん、楽しそうに生きてるよ。勉強は国語が楽しいよ。文系に。あ、文系なのね。文系よ、だって。国語はなんか、うん、自分が何が好きか、うん、みんなに話そうっていうことを、うんうん、なんか話すっていうことを今ね、国語でやっています。おー、なるほど。得意分野。でもお友達がいない。うん、ね、あ、そうなの。うん、でもね、みんなね、ずっとしてるからね、今はね、そういうお友達作らない時期なのかなって思っている。そんな時期ないやろ。話してたいやん。そうよ。でも、私、自分から話しかけるタイプじゃないの。めちゃめちゃかけそうやから。待ってるの？うん。でもね、みんな待ってる。うん、そうやんな。リオも話しかけてあげたらいいじゃん。僕だって待ってるよ。みんなで待っちゃったら、お前。あなたひょっとしておすまししてるんじゃないの？おすましってなんで？態度悪いぞ。おすましってなんで？おすまししてますよね。おすましってなんだよ。別にさ、今入ったばかりだからさ、慣れてからさ、そういう喋り方で。あ、そうですか。なんかなんよ。なっちゃう、なっちゃうか。うん、時期を待っちゃうか。うん、スマッシュだけ。はい、じゃあ、続いての曲は、はい、懐かしい爽やかな空を見上げ。作詞作曲リオナ。はぁ、懐かしい、うん、爽やかな空を見上げ。見上げ、はい、お前、見上げ好きやろ。懐かしい空を、もう一度、もう一度、ずっと見上げる。はい、ここ上見てください、空見てください。あ、そうだ、ダンスナンバーだ。いいから歌ってください。もう一度、君と懐かしい爽やか空を見上げることができたらいいのにね。歌ってください。これはね、なんかね、空見たときに降ってきた、うん、ちょっとね、お知らせの前に、うん、あの最近ね、うん、広告で感心した広告をね、ちょっと言いたいと思います。何ぞ感心したって。面白い CM あった、うん、コラリッチ、うん、コラリッチ何それ。え、コラリッチはね、なんか、うん、ハリとツヤを出す化粧品。クリームなんですよ、うん、それを塗ってマッサージするだけでハリとツヤが出る、うん、おお、すごいよ。結構お年寄りの人はね、こういうね、ハリ、うん、を
コラリッチを使ったら、ワカミエっぽく見える。しかもお値段も初めての人なら安い。うん、半額2500円。おお、すごい。めちゃくちゃ安い。これはすごいなと思ってました。うん、なるほど。いい CM だった。本当に驚かせてくれてありがとうございます。コラリッチ様。いい CM をね、見させていただきました。はい商品も持ってないのにもしこれすごい針出なくなった時ね、これ使おう。針出なくなっただいぶ先ちゃんだいぶ先だね、70とか、うん、71とかそう、パパ知らんけどさ、クラリッツって、うん、それあの、なんか通販番組のやつ CM? CM番組っぽかったな、でもなんか結構え、番組じゃない、青汁とかのさ、あの、うん、ストーリー仕立てよな、ストーリー、ストーリー、うん、67歳とか71歳の人が出てきましたここで私も CM です。 CM だ。リオちゃんのアルバムが発売されます。はい、こんな感じ、タイトルがずらーっと入ってる。ずらーっと。この夢の街。はい。ランレの底。何何何？ランレの底。ランレの底。これ、ネバク、ネバクやないかと。ネバク。ランレの底。ここが、ロンゴスティ。こういう感じにね、アルバムが発売されます、はい、めっちゃ豪華やん。すごい、めっちゃ入ってるね。これはね、なんとね、13個もすごいじゃん。入っている、あなたのことがキュッキーも入ってるちょっと手かけてるんですが、あなたのことがキュッキーもね、うん、入っております。14曲おお、豪華。うん、めっちゃ豪華や。でもちょっとお値段高いと思うんですが、お安くしたいと思います。おお、まず高いのからいきますね。通常のお値段、もう決まったのに一回高いの言うとく、うん、23,000 23,800円。はい、通常は、はい、通常が、はい、高安くしたら、うん、1,980円。めっちゃ安いだとでもこれがいっぱい売れることで私も儲かります言わんでいいねそうだね、1980円じゃもんね、買いやすいよね。この1980円で買いたい人は、はい、お電話、はい、フリーダイヤル、松尾さん723-8月15までオペレーターを増やしてお電話まさかコラリッチの手法をこの放送から30分以内です、はい、え、もしかして30分過ぎたらまた戻りますでも30分以内に買ったらいいだけですよ。うん、そうだね。急げ急げ。じゃあ最後はこのアルバムに収録されているみんな大好き RT キスでお別れしました。RT キス。